食パンマン、食パンマン、ラテン文字表記、食パンマンは、柳瀬隆作の絵本、アンパンマン及びその関連作品に登場する架空のキャラクター。声優は、島本隅。敵キャラクターであるドキンちゃんから、食パンマン様と呼ばれている。頭部が食パンでできている、アンパンマンの仲間の一人。空腹の者には顔を日光で焼いて、トーストに脂一枚剥がして提供する。 だが、近年は顔を提供する描写は、ほとんどない。アンパンマンやカレーパンマンの兄弟とも例えられる心優しいヒーロー。しかし、彼らとは異なり、パン工場ではなく、トースター山という山で生まれたとされている。カレーパンマンと同様に、誕生時のエピソードは描かれていない。服は、白色で、手袋、ブーツ、ベルトは赤色である。胸の部分には赤い S のマークがある。 食パンマン号にも同じマークがある。パンを届けている間は、エプロンと白い手袋を装着することもある。原作では、月刊ゴや本番から登場。現在とは異なり、カレーパンマンのように鼻が丸く、服の真ん中に S のマークではなく、アンパンマンのようなニコちゃんマークをつけていた。ジャムおじさんのパン工場とは別に、トースターさんの近くに食パンマン専用のパン工場があり、 そこで、学校や町に配る食パンを作っている。交通手段は、口述する、食パンマン号と呼ぶトラック。一人暮らしのヤギ、じいさんなどの住人や町の学校にパンを届けている。カレーパンマンと同じく普段は、どのような生活をしているかは不明。一人称は、私。普段は丁寧な言葉遣いで話すが、初期頃は普通に話すことが多かった。 誠実ではあるがナルシストな一面もあり、バイキンマンとカレーパンマンにとって第一印象は非常に良くかった。初登場会でカビルンルンに襲われ、カレーパンマンに放置されてしまうが、最終的には助けられた。しかし、それ以降もカレーパンマンとは対立を起こして喧嘩することも少なくはない。強さとは美しさと考えている。頭の回転も早く味方、特に カレーパンマンに助言することも多い。子供たちには人気がある。アンパンマン同様、顔に異常をきたすと力が出なくなるが、ジャムおじさんに顔を焼き直してもらうと元気を取り戻せる。顔の交換の描写はカレーパンマンと同じく基本的に描かれることはない。また、服やマントが汚れても力が出なくなる。これは彼のイメージカラーである。 白の潔癖なイメージを強調するための弱点であり、それを補うためか、いつでも汚れを拭き取れるようにハンカチなお携帯している。カレーパンマンと同じく食事するシーンが存在する。芸術肌でもあり、人や風景を絵に描いたり演劇にも積極的に参加したりしている。そのため、セリフの滑舌もかなりうまい。唯一悪役の演技は苦手としているが、 その際にもバイキンマンのセリフや仕草から悪役らしい演技を研究するなど芝居に関しては人一,一倍熱心な面もある。カレーパンマンと劇の主役を取り合うこともあるが、ほとんどの場合は主役を勝ち取る。しかし、劇場版ではカレーパンマンと同様に真っ先に強制変身にあったり固められたりとやられ、役や三枚目を演じさせられることが多い。作中では、 本人が登場しない回でもドキンちゃんの妄想内にのみ登場することも多い。雲などの白いものを見ると、ああ、食パンのように美しいなどということがあり、カレーパンマンを呆れさせている。宝物は食パンがうまく焼けるトースターと、心の優しい女の子からもらったハンカチ。t v 第34話、アンパンマンとタータンでは、アンパンマンの新しい顔も焼いていた。 基本的にショクパンマンはどんな女性キャラクターにも好意を見せない。しかし、ドキンちゃんに初対面で優しく接してから彼女に一方的に好意を寄せられているが、彼本人はそのことに気づいているかは今なお、不明の状況が続いている。本編ではドキンちゃんに優しく接したり、彼女からもらったプレゼントに喜ぶなど、好意があるかのような振る舞いも見られるが、柳瀬曰く、 誰にでも優しいだけとのこと。ギリ固い紳士的な性格で、特にドキンちゃんに対しては助けてもらった恩は必ず返す。食パン漫画学校などにパンを配達するときに使う白いトラック。全長の割に幅と高さが大きく、運転席と過失部分が別体でなく一体型の、いわゆるデリバリーンに近い形状をしている。運転席には屋根に当たるパネルがなく、 フロントガラスが上まで回り込んでいるのが特徴。過失の側面には食パンマンの S のマークが赤く描かれている。それまで使用していたトラックをバイキンマンに壊されてしまったため、簡単シスターズにバイキンマンの襲撃対策として様々な戦闘機能を備えた新しいトラックを作ってもらった。右ハンドル車でワイパーも装備されている。 車体の裏にはドキンちゃんがこっそり自身のステッカーを貼っている。映画第11作同時上映、おむすびマンと夏祭り、アンパンマンと楽しい仲間ち、A パートではおむすびマンが運転した。バンパーを伸ばして攻撃したり、食バンパーと呼ぶ緊急加速用のロケットを装備していたり、タイヤと車体の間から長い足が出てジャンプしたり、スクリューを出して水中、水上を走行したり、 タイヤが吸盤になって壁や天井に張り付いたりとアンパンマン号と同様に多彩なギミックを備えている。なお、この食パンマン号は二代目で初代食パンマン号派食パントラックと呼ばれている。食パンマン号のような特殊なギミックはなく、過失が食パン、イギリスパンの形を模したごく一般的な輸送車。第100は新しい食パンマン号誕生で、 バイキンマンに壊されてしまった。その後、カンタンシスターズと共に新たに作られたものである。これ以外にも、進め、アンパンマン号、デショクパンマンが歌っている。2018年に、それいけ、アンパンマン放送30周年特別企画として、過去にアンパンマンに登場した全キャラクターを、対象としたキャラクター人気投票、一番好きなのだあれ を実施した、ケツショ食パンマンは、第12位、得票数非公表であった。四国旅客鉄道、JR 四国は、JR 四国2000系機動車にラッピングを施し、食パンマンをテーマにした車両である、食パンマン、号、2100系2109を、予算線、アンパンマン列車として201年、平成13年10月より運行していた。 2000系のアンパンマン列車は大きく予算線系統と土産線系統があり、予算線には11両のアンパンマン列車が配属されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正により、予算線、アンパンマン列車は JR 四国パス線系電車で運行されることになり、バイキンマン号をはじめ、大半の車両が予算線の2000系アンパンマン列車から対した。 食パンマンゴーもそのうちの一両でラッピングを解除され、一般色である四国色に戻された後、松山運転所から高知運転所に転属された。運行開始より何度かデザインが変更され、廃止直前のデザインは4代目であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。